来たみたいだぞ。あのスキーローンだとどうやら2台もつれてるようだな。フッ、睨んだ通りの展開だぜ。仕掛けるならこのポイントしかない。道幅が狭い峠道で、このコーナーだけが3車線あってラインを選べる。その上ここは2つの R が重なってる複合コーナーだ。ゴールはすぐそこだからな。他に仕掛けるポイントはねえ。このコーナーを立ち上がって頭取ってる方が勝ちだ。来たぞ。どう攻める。おっ、 FC が頭だ。しゃあ、ケツに食いついてる。さあどうする、どう攻める。外からじゃ絶対抜けねえぜ。インに行け。インかアウトか。シノスキがインサイドを全く開けなかった。あれじゃEをつくのは無理だ。Thank you.